まず今日のゲームを振り返っていただけますか。まあ、うちとしては、ね、前半非常にいい入りできて、まあ、今までなかなか出せなかった、ね、攻撃の部分で非常にいいバランスで、ね、組み立てることができたんじゃないかなと思います。ゴールが遠かったというところだけという形でしょうかね。そうですね、まあ、いいチャンスも、ね、オフサイドだったり、まあ、いいところまで行けてたんで、まあ、そういったプレーを、ね、長い時間続けれるように、はい、していきたいと思います。平川さんから見て今シーズンの浦和レッズいかがでしたでしょうか。まあ、シーズンね、初めの方はミーシャのもと非常に、ね、攻撃的な部分がいい方向に出て、ね、非常に得点も取れてダイナミックな、ね、攻撃っていうのができてたと思いますけど、まあ、徐々に、ね、難しくなった時期にやっぱりうまく噛み合わずに、ね、負ける試合が増えてしまって、まあ、少しその中で、ね、ミシャの解任という非常に残念なことがありましたけど、またそこから、ね、選手みんなが、ね、堀さん筆頭に立ち上がって、ね、まあ、ディフェンスの部分から作り直すという作業をして、でACL の、ね、優勝に、ね、つながったと思います。その ACL の優勝ですが、ご自身のキャリアで2回のアジアチャンピオンです。そうですね、非常に1回でも、ね、素晴らしいと思ってましたし、2回取れるというのは、ね、本当に浦和レッズというチーム、あとは、ね、チームメイトに感謝しなきゃいけないですね。そのアジアチャンピオンとしていよいよクラブワールドカップに挑みます。チームとしての意気込みお願いします。世界の舞台で戦えるチャンスなかなか、ね、ない中で自分たちで、ね、掴み取ったチャンスなので、浦和レッズらしいサッカーを、ね、世界に見せれるように、そしていい成績で帰ってこれるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。